皆さんこんにちは。 JWSC のスノーボードコーチをしてますプロスノーボーダーの西澤孝之です。よろしくお願いします。僕らの激戦繰り広げてきた西澤孝之爆走720、西澤孝之きたバックで。僕の夏の、授業の担当なんですけれども、基本的に2つ、受け持たせてもらっています。1つは、トランポリンの授業、もう1つはスノーボード競技理論っていう座学の授業を受けています。受けてません、やってますで、トランポリンというのは、どういうことをしているかというと、僕は、フリースタイル種目のコーチなので、ハーフパイプ、あとはスロープスタイル、ジャンプなどですね、そういう時に出る、空中でのパフォーマンス向上のためのトレーニングを見ています。何をやっているかというと、例えばジャンプとかで高さを出すための練習だったりとか、あとは、トリックそのものの練習だったり、あとはバランスがうまく取れてなかったりするものをうまく修正したりする授業をトランポリンで行っています。もう一つ、スノーボード競技理論というのなんですけれども、これはなかなかちょっと言いづらいんですけれども、あんまり評判良くない。学生からは結構ギャーギャーワーワー言われますし、あんまりやりたくないとは言われるんですけれども、通年通してやってます。なんでそういうことが必要なのかなっていうと、スノーボードっていうのはもともと自分の体で表現して、見せていくスポーツなんですけれども、夏その座学を通して何をしなければいけないかっていうところなんですけれども、みんなはシーズン中に大会に出ると思うんですけれども、もしくはあとメーカーのスポンサーなどいただいて、例えば撮影などに行くというパターンもあると思うんですけれども、この限られた時間の中で限られた環境で決められた時間内に自分がベストのパフォーマンスを発揮する、それを、なんとなくこうじゃあ行こうかって言われてしまうと、なかなかやっぱり自分のベストが出せない。なので夏の授業の間に自分がこういう動きをしたらいいんじゃないのか、こういう動きでイメージしていったらいいんじゃないのかっていうことを、やっています。ただそれっていうのは、今まで自分が持っている例えばこういうイメージのあるもの、それを一回壊すので、自分のイメージのないところの世界に一度、踏み入れることになるので、大体頭が痛くなるという感じになってしまうので、やっぱりちょっと嫌がる学生も多いかなと思います。でもやっぱり自分でそれを紙に起こしたり言葉で表現するっていうことができた時に、やっぱり雪上でもつながってくるんじゃないかなとは僕は思っているので、学生も大変だとも言いながらも一生懸命頑張ってる、今そんな状態です。あとは、この動画を見ている皆さんに、一言というかあるんですけれども僕がプロになったのは大体20歳ぐらいなので、今から結構前なんですけれども、僕も実はこの学校の卒業生です。でプロ資格を取ったのは2年生の終わりぐらいなので、2年ぐらいで取ったんですけれども、僕も実際入学してきたんですけれども、やっぱこの学校に入るっていうのはやっぱちょっと勇気がいるというか、最初はやっぱり行きづらいなとか、行きたいんだけどなかなか行ったことない環境だからなかなか行きづらいかななんて思ったりもしてたんですけれども、こういう動画を見て、じゃあ来てくださいなんて言ったところでなかなかちょっと来づらいかななんと思うんですけれども、うちの学校は結構特殊で、例えば他の中学校とか高校とかと違って、仲間同士でみんなでじゃあ行こうかという感じにはあんまりならないし、今在学している学生もやっぱり一人一人みんな、知らない場所から、スタートしているというか、一人で参加してここにみんな集まってで入学して、みんなで学んでるっていう状態です。なので、この動画を見てもらって、もし、興味があった皆さん一人でも、全然問題ないので、例えば夏の体験キャンプだったりとか、あとは、月1でオープンキャンパスなどもやってますので、
ぜひぜひ、参加してもらえたらなと思います。以上です。じゃあ妙高で会えるのを、楽しみにしています。